これ多分動けなくなってると思います。多分で、やっぱ怖いのでさらにこれなくします。こっち側で、で、電気槍を用意します。まあ、自分も狩猟してるけど上手じゃないんで、よいしょ。で、これを、これ自作の電気槍なんですけど、まあいつも解説してるんですけど、マイナスのクリップ、これをワイヤーロープにかけます。で、あのワイヤーロープ自体はイノシシの足にくくられているので電気が通りやすくなります。で、これはバイクのバッテリーで、これがインバーター、で、電源オンにして、で、つないで、まあ、ここは切りにしてるんで、オンにして。え、これ。大丈夫やか。充電してなかったけ、電気があるかどうかわからんけど。で、あとは、刺さった後に電源オンで痺れるはず。てか、痺れるんですけど、充電が微妙ですね。なんか、ちょっとほたっとったんで、アライグマ以降特に何もしてなかったんで、あ、こっちはプラスです。両方ともプラスの端子です。じゃあ行きます。はい、さあ、よしよし、あんまり電気流れてないやろうわっ、失敗やな、一番の。ちょっと待って、電気の通りやすいところに、カメ。お。あ。嘘。嘘。電気がオンよね。え。
まさかの。じゃあ、罠漁師の関藩さんは木の棒でイノシシに立ち向かってたんですけど、自分は得意の竹で立ち向かいます。よいしょ。久しぶりやな、竹で。人間やったら死ぬんやけど。さあ、ごめんなさい。ごめんなさい、悪い、本当に。でも、すいません。殺します。お。びっくりした。よっしゃ、行きます。頭をめがけます。いや、まさかこれを使う日が来るとは思わなかったです。これハンズバンで買ったステンレス巻きタイプ32ファイ×1200、中空洞です。で、これ剪定バサミを分解して柄の部分を突っ込んでる簡単な槍です。でも切れ味あまり良くないです。これでイノシシを仕留めましょう。なんか申し訳ないんやけど、殺すのに竹で打って、ちゅうか生命力ありすぎやろ。これで仕留めます。わ、マジで。今脳震盪起こしてますね。嘘でしょ。よし、ごめんなさい。
よいしょ。あ、まだあったかい。ごめんなさい。よいしょ。よしよしよし。まあちょっとこんな感じで具合よく引っ掛けることができたので血を抜きます。疲れた。